7月12日、ブラジルのインテルラゴスサーキット、正式名称、アウトドローもホセカルロスパーチェで2024年 WEC 世界耐久選手権第5戦、サンパウロ6時間のフリープラクティス2が行われ、トヨタガズーレーシングの8号車トヨタ GR-010 ハイブリッドと姉妹車7号車 GR-010 ハイブリッドがワンツーを記録。このうち、 セバスチャン・ブエミ、ブレンドン・ハートレー、平川両組8号車が初日最速タイムをマークしている。2014年以来、10年ぶりのブラジルラウンドを迎えている WEC。走行初日となった12日金曜は各90分、計2回のプラクティスが行われる予定だったが、午前中に行われた1回目、FP1、 が78号車レクサス RCFGT3 アコーディス ASP チームのクラッシュによって43分早く切り上げられたため、現地14時30分から開始された FP2 の走行時間が45分追加されることとなった。その FP2 ではセッション開始から30分が過ぎた頃、ブエミカル8号車トヨタが1分25秒727をマーク。 午前中に93号車プジョー 9X8、プジョートタルエナジーズが記録した1分26秒341を上回るとともに、これがこの日の最速タイムとなった。2番手につけた7号車トヨタはセッション終盤に小林カムイが1分25秒760を記録し、100分の1秒差で51号車フェラーリ 499P、 フェラーリ AF コルセ、おどけている。51号車の背後には、今季のルマンウィナーとなったアントニオフォコ、ミゲルモリーナ、ニクラス・ニール戦組50号車 499P が続きフェラーリ勢が3、4番手に。両者のタイム差はわずか0.006秒だった。ドライバー2名体制での参戦となる2号車キャデラック V シリーズ。 R キャデラックレーシングは、アレックスリンが1分25秒869というタイムを刻み5番手に入った。ハーツチームイオタの12号車と同38号車ポルシェ963が6、7番手。ここまでが1分25秒台のタイムを残した。FP1 の最速車となった93号車ョーは、 20号車 BMWM ハイブリッド V8、BMWM チーム WRT に次ぐ11番手で今週2回目のセッションを終えている。LMGT3 では、姉妹車78号車レクサスが今週末のレースから撤退することが決まる中、木村武志、エステバン・マッソン、ホセ、マリア・ロペス組87号車レクサス RCFGT3 が、 後続をコンマ3秒以上引き離す1分35秒725というタイムでクラス首位に立った。2番手は60号車ランボルギーニウラカン GT3 エボ2アイアンリンクス。1分26秒201で3番手につけた55号車フェラーリ 296GT3 イスタエフコルセから わずか0.002秒差で小泉広し組82号車シボレーコルベット Z06GT3RTF スポーツが4番手で続き27号車アストンマーティンバンテージ AMRGT3 ハートオブレーシングチームが5番手に6番手以下は佐藤マリオン組95号車マクラーレン 720SGT3 エボ ユナイテッド・オート・スポーツ、92号車ポルシェ 9-11GT3R、マンタイ・エマ、77号車フォード・マスタング・ GT3、プロトン・コンペティション、と続いた結果、BMW を除く8つの GT3 メーカーのマシンがトップ8に並ぶこととなっている。WEC サンパウロの次回のセッションは、13日土曜10時30分。 日本時間22時30分から開始される60分間の FP3 だ。